ムのバッティング、3打数3安打、そして打点が1あります。さあ1球様子を見るか。まっすぐ打ちました。これは高いバウンド、一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。6回を終了。ライオン2回目の三者凡退に倒れています。ライオン今日最初のピッチャー交代です。長田リードを大きく取っての登板となりました。さあ調子はどうでしょうか。7回の表カープの攻撃、9番からの打順になります。石井拓郎、7回表ノーアウトです。変化球打った、これはファースト取った。一塁、これは余裕があります。アウトです。打順が変わります。東で何から持ってくるか。初球変化球は空振りです。ボールカウントワンストライク。このゲームの解説は辰川光雄さん、黒木智弘さん、お二人でお送りしています。ここは見送ります。ワンストライクワンボール。この回はワンアウトになっています。これはそれました。ワンストライクツーボール。この回はまずワンアウトを取っています。落ちるボール、ワンスリーです。東出、今日は1回塁に出ています。これは大きくバットが回りました。ツーストライクスリーボール。バッター東出、さあフルカウントになった。ストレート上がった、左方向、これはレフトが前に出ます。取って、これでツーアウト。そして次の2番豊臣、まずは初球。初球村本インコースに来ました。この球はボールになります。ちょっとボールが沈みましたが、打球はセカンドへ、一塁へ。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。7回の表が終了。カープ2度目の三者凡退に終わっています。7回の裏、ライオンズの攻撃。先頭のバッター中島、最初の1球、最初はボール、ボールにしてきました。どう攻めるのか。これは見送りました。ノーストライクツーボール。これは外れてボール、スリーボールになりました。入りました。ここはストライクが来ました。中島、今日は2回塁に出ています。次が5球目。ここは外れてフォアボール。ランナーを出します。ランナーを出すということは神経を使うことになりますから、ピッチャーの力量が問われてきますね。初球は低めから来ました。バッテリー外してきます。2投目中へ、カウントワンエンドワン。ノーアウトランナー一塁です。さあ3球目は、これはボールになります。ワンストライクツーボール。5回の3打席目、ピッチャーゴロに終わっています。インコース2-2。ファーボールのランナーを許しています。高めのボール打った。点差変わらず6点差、ライオンズがリードしています。フルカウント、フルカウントになっています。バッターは DH ブラウン。次が7球目。ストレート、
力のあるいいまっすぐでしたけど、はい、空振りの三振を奪いました。そして次のバッターを迎えますジージー佐藤。最初の1球、初球はストレートから入りました。1球外しました。落ちる球を持ってきました。1球2球とボールから入りました。今度はストレートを持ってきました。ワンストライクツーボール。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割9分1厘のアベレージ、そして打点の数は83となっています。これはまっすぐ、ツーツーです。先頭バッターはフォアボール、その後三振を取っています。2者連続ストレートで三振。そして打順が変わります。細川、7回裏ツーアウトです。どこに入れてくるか。高め、まず内に入れてきました。ワンボールになりました。さあ2球目はまっすぐで決めました。2つインコースに来ました。昨シーズンの成績出ていましたが、2割を切っています。そしてホームランの数、あーっと打った、高いバウンドになりました。抑えた、そのままキャンバスに入ってアウト。これで3アウトチェンジ。さて試合はライオンズリードのまま8回へと入っていきます。8回の表、カープの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。赤松、まずは塁に出たいところ。第1球はどうか。最初は見ていきます。ワンストライク。赤松、一度の出塁がありました今日のゲームです。低めのボールを上げてしまった。ちょっと上がった。まあ今のスライダーですけど引っ掛けてますよね。次のバッターです、グリーンナップ。さあ1球目、まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。今日のここまでは3打数1安打、そして三振が2つとなっています。膝元へ決めてきました。シュートで追い込んでいます。ワンアウトになっています。次のボール注目しましょう。いい当たり、いったか、いったぞ、これはいったぞ、フェンスオーバー、ホームラン。5番に頼もしい一発が出ました。変化球、捕まえた打球は一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。8回の表、このゲーム3本目のホームランが飛び出しました。今ホームに戻ってきました。8対3。さあ達川さん、今のバッティングはどうでしたか。一つのボールを絞ってね、今のは打ったんですよね。あ、そうですよね。1点を返します。その差は5点になりました。そしてバッターは5番広瀬。この打席でね、これは当てただけ、上がりました。しかし詰まった当たり、打ち上げました。レフトフライに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。前田智弘、左のボックスです。初球です。外から攻めていきます。ここは外してきました。また打ち上げた、左へ行った。詰まった当たり、伸びません。取りました。これで3アウトチェンジ。さあライオン、この後8番から始まります。8回の裏、ライオンズの攻撃。バッター平尾、8回の裏ノーアウトです。が取ります。一塁送球、これは一塁アウト。打順が移ります。佐藤、
最初は外に持ってきました。ワンストライク。岸本、今日は2回と3分の1を投げて許したヒットはありません。失点なしの成績です。これはストレート、直球で追い込みました。この回はワンアウトになっています。低い低めが3つ続きました。まず先頭のバッターを打ち取っています。ちょっと今のは危ないボール、バッター見送りました。ツーストライクツーボール。佐藤、10度目のシーズンを迎えています。打った、今度もセカンドへのゴロです。捕った、一塁へ。一塁楽々アウトです。さあ、ツーアウトになってのマウンド。しかし、へばってきたようにも見えますが。まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。次のバッターが入ります。片岡、右のバッターボックスです。初球は。まずはストライク。ボールカウントワンストライク。先頭打者は内野ゴロ。その後も内野ゴロに打ち取りました。2球目はどうでしょう。膝元へ持ってきました。これが伸びます。ここまではヒット2本という成績です。インコースボール、この球は入りません。片岡、今日のゲーム2回出塁しています。強い当たり、レフトへレフトへ、ボール際どうだ。今のは左についてファウルです。さあ、何を見せるか。今のはバッターに当たりそうなボールでした。インコース外れてボール、2エンド2になっています。トップバッター片岡、変化球打ち上げた、左方向、ワンバウンド、ワンバウンドした。打ったバッターは二塁へ向かった。中継のショートへ、ツーベースヒット。さあ、勝川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。まあ、スライダーが甘かったというのがね、ありますけどね。まあ、もう少しボールをコントロールできればこういったところなんでしょうね。はい、そうです。さあ、5番手のピッチャーに変えてきます。斉藤、ツーアウト、ランナー二塁の場面でマウンドに上がります。さあ、そのピッチングを見守りましょう。さあ、ランナーが1人出ました。から左のバッターボックスに入ります。低めのボール打って、低い当たりになった、取りました。スリーアウト、チェンジ。8回を終了、ライオンズ無得点で攻撃を終了しました。ここで3番手ピッチャーを出します。大沼、大量のリードという場面で登板します。さあ、最終回、注目のピッチング。9回の表、カープの攻撃、先頭のバッター岩本、最初は見ていきます。ワンストライクです。今日4回目のバッターボックスに入っています。あっと、今度は外、ワンエンドワンになりました。6回の3打席目、スイングアウトの三振に倒れています。綺麗に落ちました。ツーストライクワンボール。今日のバッティング、3打数ノーヒット、2つの三振があります。インコース打ちました。これはショートになります。取って一塁送球、一塁アウト、アウトです。そしてバッター石原、右のバッターボックスに入りました。さあ、初球はどうでしょう。最初はインコースから来ました。ワンストライクノーボール。石原、今日のゲームは1回出塁しています。2投目は外、外への変化球、ワンストライクワンボール。今日4度目のバッターボックス、この変化球は入りません。ワンストライクツーボール。先ほどはいい当たりを放ったんですが、センターフライに終わっています。バッティングカウントからの4球目、高め外れてボール、ワンストライクスリーボール。
ワンアウトになっています。さあ5球目、真ん中打って上がった。この回はまずワンアウトにしています。さあフルカウント第5球、変化球が上げてしまった。ライです、全身全身、取った、取っています、ライトフライに終わりました。打順が移ります。石井拓郎、最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。勝利まであと1人になった。これは外れました。この球は外れています。あっと今度はインコース、ワンエンドワン。早くも2アウトにしています。この球は入りません。ワンストライク2ボール。今日の成績をご紹介しましょう。3打数の1安打。低め打ちました。セカンドへの打球、取った、一塁へ送ります。ゲームセット。このゲーム8対3、ライオンズの勝利となりました。投手リレーで逃げ切りました。壇上には今日のヒーローが上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板、6回被安打8、6奪三振、自責点2、勝ちがつきました。次が打撃成績になります。3打数の2安打、四球1、打点2、結果を残しました。さあこの両選手が今日のゲームのヒーロー、勝利への立役者となりました。ああ西武対広島、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は辰川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。